ラーザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。私はひょんなことから冒険をした。誰も経験したことのないような、誰も知らない私たちだけの大冒険も。今でもあの大冒険を知る人はほとんどいない。始まりも終わりも何も知ることなく、みんな、この道を、さっさと片付けちまうか。せーの、さあ連続よ。針がねえのもつまらねえな。